こんにちは。こんにちは。太郎です。天気がね、いいですよ。いいですよ。はい。最高。雲一つない。うん。うん、はい。で、はい、この太陽の光、めちゃくちゃ今日すごいんですけど。すごいね、ギラギラしてるね。ね、それ以上に、はい、僕のゴーグルギラギラしてませんか。ギラ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 。やばいでしょ。はい。ね、あの前回太郎の2022の道具紹介した時に、うん、ちょっとちらっとこのゴーグルお見せしたんですけど、はいはい、結構ね、うん、ゲレンデでもね、うん、何そのゴーグルっていうのが多い、ね、何 100% って言われてるね、そう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 、何それみたいな、うん、どこのメーカーなのみたいなのが多いんで、うん、はい、今日はこの僕の使ってるこのゴーグル 100% まあ元い 100% です。これをちょっと紹介していきたいと思います、はい、それではレッツゴー、レッツゴー。かっこいいでしょこのゴーグル。かっこいいよ、ギラギラしててやばいでしょ、うん、めっちゃミラこれね、はい、まあ、100% っていうメーカーね、で、はい、実はね今年今シーズンから、うん、世界的に、はい、うん、スノーゴーグルをやり始めたメーカーなんですよ。へえ、うん、もともとはヨーロッパの方で、はい、あのマウンテンバイクとか、うんうんうん、モトクロス、うんうんうん、そっち系のゴーグル、はい、ですごいシェアが高い企業 でその技術をスノーにも活かせるんじゃねえかってことで、うんうん、で今年からあの世界的にこのスノーゴーグル業界に参入してきたっていう、はい、感じなんですよね。ならモトクロスとかそういうマウンテンバイクをやってみえる方は知ってるメーカーさんなんですね。そうでね、このね実はホーノキダイラスキー場にもね、はい、2人いたの。え、 100% の人がだけどその人たちは、はい、あのモトクロスのゴーグルを使ってるっていう、うんうん、だからスノーゴーグルではないとは言ってた。やっぱ目立ちますよね。目立つ目立つ、うん、で多分ねスキーヤーで、うん、このゴーグル使ってるの、うん、日本で多分僕しかいないと思います。いいな、めちゃくちゃいいでしょ。めっちゃいい、うんうん、最初ねどうなのって思ったんだけど、うん、あのずっとスミス使ってたんだけど、うんうんうん、どうなのって思ったんだけど、してみたらすごいじゃんと思って、はい、うん、びっくりしちゃった、びっくりしちゃった、うん、そのびっくりした内容をちょっと紹介してほしいなと思います。はい、お出ました、出ました、このアタッシュケース出ました。はい、ここにね大事にしまってるんですよ僕ゴーグルを。ほら、じゃ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 、いかがですか。お弁当箱みたいなのに、はい、ショップエリ太郎です。1個いかがですか。欲しいです。欲しい、はい、どれ。え、おにぎりが出てくるかもしれない。 お弁当箱みたいな可愛いなケースですね。これねケース、へえ、ダンボールのねなんか生地使っててすごい、はい、あの今のなんだろう SDGs 的な感じですね、うん、いいですね。そうで、まあ普通にこういうあ袋もね袋ついてますね、はい、うん、種類が全部で3種類ある、はい、今太郎さんがつけてるのとがこれがノルグってメーカー、ノルグ、うん、はい、皆さんせーのノルグ、ノルグ。はい、次がこれですね。お、これもギラギラしてるよ。ギラギラしてるでしょ、はい、これが、はい、スノークラフト XL。皆さんせーの、スノークラフト XL。 でもう一個、おラスト、お白いね、かわいいね、うん、白、おいい、女性にもいいんじゃないこれ。そう、これがかわいい、スノークラフト、スノークラフト3、はい、スノークラフト、オッケー、こっちがスノークラフト XL、 XL ってことは大きいの、スノークラフト、うん、こっちはスノークラフトで、ちょっと大きいでしょ、形一緒、うんうんうん、のとノルグ、ノルグ、この3種類ギラギラ3兄弟みたいだね。そうございます、はい、うん、じゃあねまずこのノルグ、ノルグ、ノルグはね、うん、結構僕マジでお気に入りで、うん、毎日してる、うん、で、はい、レンズは替えのスペアレンズが全部、うん、どの種類のやつもついてます、うんうんうん、ノルグのスペア、ノルグの替えのレンズ、これおーいい色、うん、これね結構好きなんだよね、じゃん、うんうん、とあとこのミラーの、ね、うん、レンズとあるんだけど、はい、めちゃ簡単なのこれ。何が？え、レンズ交換。ああ。行くよ。でんでん。ああ、眩しい。やばい、太郎さん出てきた。眩しい眩しい。
早くつけられた。はい、あえカチャンって言ったよ今。そうマグネット、へえ、ここにマグネットついててチュンチュンチュンって、うん、これ乗るよね、乗る、はい、めっちゃ面白い、はめて、あめっちゃいい、めっちゃいいやん。でしょ、もちろんねこれ全部ダブルレンズなんですよ、うんうん、曇りにくい、うんうん、もうほうの木で僕曇ったことないか、おいいね、雪の降る日もね、うん、いいね、マグネットはねめちゃくちゃほんといいですよ、うん、バックカントリーの人とかもね雪まみれた後シャキーンって帰れるね、そう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 、うん、雨のやっぱちょっと湿った日とかだと曇りやすかったりするんだけど、うんうん、まあもし曇ってもねすぐシャキーンって帰れる、うん、シャキーンって帰りましょう、ね、そうそうそう、でその曇りにくい理由っていうのがまたあって、うん、やばいでしょこれやばいやばいクリアレンズよりやばい、ちょっと眩しいからつけるから、うんうん、はい、レンズ拭くときって皆さんどうやってやってます、ふきふきしてる、このカバーでこうふきふきするんだけど、うんうん、このままいくとなんかちょっとホコリとかで傷つきそうだから、うん、大体みんなハーってやるってことだよね、うん、うん、でハーっていきますね、これ表面、うん、いくよ、はー曇るでしょ、曇るね、うん、こっち側行くよ、うん、はあ、あ、綺麗、曇んないよ、うん、もう一回、はあ、うん、曇んないでしょ、うん、これがダブルレンズなんですよ、外は曇るけど、外は曇るけど中は、中のレンズは吸水する、うん、はぁ、あ、水分は、うん、そう、うん、だから曇んない、っていう、うん、ハイパーなレンズ、うん、ここに書いてあるでしょ、ハイパー、ハイパー、あ、書いてあった、書いてあるでしょ、うん、ここにも書いてある、ハイパー、こっちか、あ、そっちだ、ハイパー、ハイパー、うん、S4、 そう S4、 これ S1、 本当だ、うん、S4、 うん、まあレンズもいろいろクラサーの種類があって、うん、結構このミラーレンズは、うん、まあこういう本当晴天の時めちゃくちゃいい、うん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 、眩しくないもん今太陽直射しても眩しいけどちょっとそれの反射の方が眩しいしそうだ ねギラギラしてる、であと僕持ってるのはこの S3 っていう S3、うん、S3 っていうレンズがね、うん、あ見えるね、うん、これもかっこいい、かっこいいね、色はいい、パープル紫の感じで、かっこいいです、はい、はい、続いてね、はい、スノークラフト XL、 同じブラックだけどこれもかっこいいでしょ、いいよ、ギラギラしてるよ、ね、うん、でね、どのモデルもそうなんだけど、うん、日本人のこのペチャバナ、うん、めちゃくちゃフィットする、びっくりするぐらいフィットする、私、襟もちょっと、うん、あのパパッと つけさせてもらったんだけど、うん、スポンジもめっちゃいいんだ、そうなんだよね、うん、大きい、ほっぺの真ん中までスポンジ来てくれる、ね、そう、来てくれて、うん、視界もめちゃくちゃ広い、めっちゃ広いね、これがスノークラフト XL、 いいね、かっこいい、男性用かな、うん、うん、いいね、で続いて、はい、普通のスノークラフトしてみるね、はい、白い方ですね、白い方、一応ねコンセプト的にはね、はい、このスロークラフト、ただのスノークラフトは、うん、まあ女性用っていう感じなんだけど、うんうん、全然いける、全然かっこいいでしょこれも、全然かっこいい、ちょっと小さめなんだけどね、視界は全然何も変わんないほとんど、うんうん、こんな小ささ感じないよ、でしょ、うん、パープルが可愛い、これのレンズもめちゃくちゃ見やすい、うん、ちょっと後でレンズのね、あの見え方やってみようかな、はい、このスノークラフトは、はい、XL もただのスノークラフトも、うん、まあ、これはちょっとマグネットじゃないんだけど、うん、レンズのね実はね互換性があるんですよ、うん、まあ、パコパコっと外せるんですけど、はい、XL の方、はい、外して、はい、で XL ついてたレンズ、うん、こっちのスノークラフトの、うん、え方に XL だったよ、ああ XL だったでしょ、うん、うん、XL だったんだけど、はい、ノーマルクラフトにもついちゃうの、ノーマルクラフトになんとこうやって、ってことは、っていうことはですよ、視界は本当に一緒なんだね、一緒、広さ、視界の見える範囲、一緒なんです、フレームの大きさが違うだけってことか、うん、はまったね、へえ、そうなんだね、いいじゃん、いいじゃん、レンズは一緒なの、うん、へえ、
だから例えばスノークラフトが彼女、うん、スノークラフト XL が彼氏、うん、いいね、うん、カップルでも使えるし、でレンズを今日ちょっと私なんかすごい目密着ないからミラーのやつちょっと貸しなよみたいないいよいいねっていう感じで共有できる、うん、っていう感じですね。はい、はい、じゃあちょっとレンズのね3種類僕持ってるんですけど、はい、あのそれの見え方をちょっとやっていきたいと思います。はい、まずハイパー S1、 あオレンジですね、うん、これはあの全種類 の、 あのゴーグルにサブでついてる、うん、あの2枚目のレンズですね。はい、こんな感じ、はいはい、続いて、ハイパー S3 グリーン、そうちょっとグリーンブルー系というか、うん、こんな感じ、晴れた日いいね、うん晴れた日もね、曇ってるっても全然これは見える、あ本当、うん、はいはいはい、ハイパーの S4、 はい、お紫かな、そうこれあのミラーのギラギラしギラギラね、もう晴天用だね、晴天用、ちょっと日陰とか夕方とかはちょっと見にくいんだけどね、うん、これ本当に今日みたいな晴天の日はすごい、うん、やっぱり全然眩しくない、はい、うん、楽でしょ最高いいっすよ、うん、100%、うんうん、日本人だと 100% かな、そうだね、かっこいい、かっこいいよ、でねほぼ被らないまだ、うん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 、でねめちゃくちゃ見やすい、うん、なんかお客さん、うん、ね、恵比寿に来てくれたお客さんがそれどこで売ってるのって聞いてたよね、うん、リコーラーに、ね、URL を貼り付けるんです、はい、そちらから購入しよう、うん、こちらそう、ゴーグルちょっとね一回見てみたいな、うんうん、現物見てみたいな、ちょっとつけてみたいなっていう人いたら、うんうんうん、はい、この木平の恵比寿に来てください、はい、僕の持ってるやつ貸します、うんうんうん、試着できますね、試着していいよ、はい、うん、全種類あるから、うん、全種類って言っても3つしかないけどね、うんうん、ということで、はい、まあ、今回はこの僕の使ってるギア、うん、注目度ナンバーワン、注目度 100% のワン100% のそうのゴーグルの紹介でした、はいはいはい、天気もいいです、ね、山も素晴らしいです、めっちゃ綺麗、はい、うん、ああいうのも全部見ちゃいます、うん、はい、ということで、はい、See you! See you!